はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、なにこれ、なんかめっちゃ煙出よったよね、今。不思議な力が溢れるポイントを見つけた。調べてみよう。何？飛ばされる。飛ばされなかったんだけど、何これ。あ、そういうことか。もしかしてここをもう一箇所こういうところがあって、なんか解放せんといかんとか、そういうことかな。どこにあるんやろ。どこにあるんやろ。てか、断平さんの家に来いって言われてさ、行ったけど、なんかこの先どこに行けばいいんですかね。あれかな、とりあえず、なんだ、どこに行けばいいんだ。タマランチ山、ゴポンガの沼、タマランチ山。よいしょ。なんかよくわからんけれど、あ、でもあのメーベの村の下の方とか、この下断片の小屋、不思議な石を拾ったら、こ、何不思議な石って。何不思議な石って。とりあえずそのもう一つのワープ場所みたいなのを見つけたいんやけど、あ、マップ、なんかこっちの方もあれだよね、あんまり解放されてないよね。とりあえず下の方行ってみる。ってことはメーベの村に戻りますか、一旦。あ、ここもうあれじゃない、ほら、やったに出てる。あ、これワープ場所じゃない。ちょっと待って、え、こんなところにあった。こんなところにあったの。これどうやって解放する。あ、解放できたわ。うん、これは不思議な力が溢れ出した。調べてみよう。これであっこにワープできるってことかな。はぁ、ほら、ワープできる。断平の小屋。なるほど。これでシュンって行くことができるようになったわけだね。ほら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 、素晴らしい。イエーイ、これで移動が楽になった。嬉しい。え、ってことはさ、ここが今そうやったやん。まだ他にもあるんじゃない？でも今のところ目視できる場所にはないような気がするけど。まあ、これでいつでもメーベの村に帰ってくるのは簡単になったね。はい、帰ってきましたー。で、この下あたりがまだあんまり行けてないんだよね。てか、これ何？そう、私これはちょっと気になってたんやけど、この鍵も手に入れれてないんよね。どこで手に入れるんだろうか。これは、あ、なんかそこに。な、あっこにはどうやって行くんだい。あ、なにこれ。誰君。なんか王子様みたいな、かカエルの王子様。なになになに。いや、僕はこう見えてもお城に住んでたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いたんで逃げてきちゃったんだよな。家来助けてあげてよ。なあ、僕の頼みを聞いてくれないか。俺にいいものをあげるからさ、逃げ出すときお城に置いてきた黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。黄金の葉っぱ、うん、お城。いやー、感激だな。実は葉っぱは5枚なんだ。一つじゃないんかい。あ、戻ってくる前にスコップ買っといてね。じゃあよろしく。スコップならもう持ってますけども。ね、このカエルたちさ、魔法でなんかなりそうじゃない？なんもならんかな。なんもならんかな。くっそ、カエルといえば何かしら魔法かかってたりとかするじゃないか。人んちの壺を割っていく。どこで何をすれば、あ、ちょっと待って。リチャードの別荘。別荘？ちっちゃくね？カナレットの城まであと10分。10分もかかる。こっち、あんなところにハートのかけらが。どこから行くんやろ。そっちの方？とりあえず来た、穴ぼこ畑っていうんや、あれ。ん？なんかあの横がまだなんか、怖
は一体なんだろう、泳げるのかな。あ、溺れた。泳げんのかーい。あ、リンクって金槌なの？泳げろよー。と、ちょ待って、この横っていうのはどこなの？ここか。うー、怖い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 。ここ前来たとこよね、あのウルリラじいさん。ちょっと通れんやんか。めっちゃ普通に行き止まりやないか。ああ通れねえ。どう、カナレットのお城やった？なんかそこに向かわんといかんっぽいけど。あ、ってことは今隠れてる部分がカナレットのお城とかいう場所ってこと？よいしょ。なんかいろいろと行けん場所があるんよね。多分この横のところ、あれ結局戻ってきたじゃねえか。一周して戻ってきた。やっぱり、あ、どこだ、どこに行くんだ。ちょ待って待って待って、ぐるっと回って戻ってきて、これで右の方向に行けばいいってことか。はいはい、行きまーす。あれでもこっちの方向やったっけな。なんだあのキノコみたいな。え、爆弾使うあいつ。マジかよ。ふわふわ飛びすぎ、ちょっと。痛い。めっちゃダメージ受けたし、つらー。あいつは相手にしない方がいい。離れてる後ろまであと5分。え、あれから5分経ちました？なんか意外と早いぞ。あ、ここも。ウルリラじいさん。チャ、ジーコ、ジーコ、ジーコ。プルルル、プルル、ガチャ。ウルリラじゃ。ふん、葉っぱが5枚揃わんとな。そうじゃの。怪しいところに爆弾を置いてみてはどうじゃ？役に立ったかな？ウルリラーガチャ。爆弾とか持ってねえぞ、おい。え、爆弾売ってなかったよね、道具屋さんにも。なんだ、どうやってゲットするんだ？ちょっとわからないんですが。あー、なんかいてててて、穴の中から。ハナレットの後ろまであと50分になったんかと思った。何あれ？あれ？あれじゃない？秘密の貝殻かなんかじゃない？アクが交換できるところが気持ち悪い、気持ち悪い。いやーいやー、めっちゃ気持ち悪いんやけど、ちょっと。うわ、最悪最悪最悪、無理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 。私、雲めっちゃ嫌いなんよ。信じられない。つら。動物村、マーさんの家、入り江。動物村、めっちゃ可愛いやん。動物の森的な。いやー、なんかいっぱい。痛い、めった打ちにされる、怖い。お前らマジでふざけんなよ、あい。で、とりあえず、こん、てててて、槍の方を先に。いやー、後ろからやってきたー。やめてよー。は、私に何の恨みがあるって言うんだ。いやーほら、絶対そうじゃないこれ。貝殻の館。横向き？誰もいない館に声が響く。私は貝殻の館に宿りし者。館自体にですか？なんかあれメーターっぽいね。闇の力に挑む者を待っていた。島に隠された秘密の貝殻を集めよ。ほらほらほら。集めし貝殻を持ちて台座に乗るがいい。資格ある者に光の力も付けんを与える。よし、たくさん貝殻を集めて台座に乗ってみよう。これ台座って。おう。あ、なんか満たされて。あ、なんか、何かしら達したっぽい。やだー、プレゼント。中身は？おー、ハートのかけらやん。ハートのかけらを手に入れた。プラスでアイテム画面を開けば確認できるよ。やったねー、ありがとう。ってことで、これからはここに守ってくればいいわけですね。やめてよー。あれ、この木ってあれじゃない？喋る木じゃない？違う？ほら。びっくりしたな。でもいいこと教えてあげるよ。洞窟で怪しい祭壇を見かけたら魔法の粉を振りかけてごらん。怪しい祭、魔法の粉？中にいるやつがびっくりして飛び出してくるよ。祭壇。びっくりしたな。でもいいこと教えてあげるよ。ダンジョンの壁を剣でツンツンしてごらん。音が違うところは爆弾で壊せるんだよ。気がついてた？気がついてない。これまた、ワープ？ほら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 、ワープや。え、ちょっと。え？
しかしてスコップで掘り起こすとかそういう違う？あ、出てきた。出てきたよ、ほら。参加署名や。やった。貝殻の館。なるほど。いっぱいある、いっぱい。で、カナレットのお城は一体どこですか？何あれ？なんかおるよね、あっこ。待って待って。猿や、猿。君は？あ、話せる。バナナだ、バナナだ、ウッキッキ。そいつオーラにくれないか？あ、バナナはここで役立つのね。オッケー。バナナだ、バナナだ、ウッキッキ。みんな集まれ、お礼をするぞ。なんかこんな感じのキャラクター前おらんかった？なんか別のゲームで。俺？橋かけてくれるとかそういう。あ、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた。かわいい。おー、かけてくれた。ありがとう。嬉しい。え、バナナ1本じゃなかった。大丈夫？ 5 匹分ある？お猿の橋の出来上がり。手をさらばだ。ウキキキ。猿キッキやって。かわいい。しかもなんか棒もらった。お猿が残していた棒切れを拾った。もらっとこう。いるか？まあ、今後またなんか使うってことかな。あ、お城入れたやん。なるほど。なんかロボットみたいな埋まっとんやけど、向こう側。さあ、お、ウルリラじいさん、再び。ここでも？ちゃ、じいこ、じいこ、じいこ、プルルプルルガチャ。ウルリラじゃ。ふん、葉っぱが5枚揃わんとな。よくわからんが、カラス。お城のカラスが怪しいの。少し脅かしてみてはどうかな？ウルリラー、ガチャ。お城のカラスが怪しい？少し脅かすっていう、その少しとは。ここ降りれるの？ああ！溺れるんかーい。え、カラス、剣で切り刻んじゃダメなの？え、待って、どこをどう行けばいいの？だって泳げんやん。泳ぐためにはなんか必要なんかな。福々草原に戻ってきちゃったんだけど。あ、でもここから、ここ正面入り口？うわ、さっきのところやん、もう気持ち悪いわ。これ、え、通れないんですけど、開けて。開けて。あんなところに。あんなところに。あれ、どうやって行くの？行けんやん。え、あれよね。別に、飛び盛りみたいにさ、スコップで埋めれたりとかせんよね。全然埋めれないわ。全然埋めれないわ。え、なに？どうやって行くんやろ？だって、降りれそうな場所、全部さ、水があるんよね。おい、こみたい。ほら、溺れるやろ。ほら、溺れるやろ。お城のカラスとか言われてもさ、そのカラスのところまでたどり着けないんですけど。せっかくここに橋かけてもらったのに。全然ダメやん。水の中はとりあえず入れんってことやん。邪魔だよ、君。やめてよね、まったく。あっちの方向行けばいいんかな。痛いから。痛いから。こっちの方向か？この森を抜けていけばいいとかそういう。あ、先制攻撃。ちょっと待って、こっち。こっちか。ここもなんか橋かけてもらわんと。あ！あ、階段が出てきたぞ。まさかの草の下とかに。これはさすがに渡れるよね。え？これさ、あれじゃない？ワンワンがおらんといかんやつじゃない？この下になんか。ね、そこ。溺れまくるー。まあ、避けていけば大丈夫。ん？得体の知れない塊だ。一気に突っ込めば壊せるかも。何？一気に突っ込むってどういうこと？はっ。全然壊せん。これも何かしらの道具が必要ってことかな。その道具は一体どこにあるんだい？いけんやないかい。でもとりあえず発見したこの階段はその、いた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 。そのまま置いとけるんかな。
この迷路みたいなとこ通っていくわ、私。やめてー。あ、あんなところに洞窟が。よいしょー。これ絶対持ち、あー、なに、え、いて、気持ち悪い。ってことは、あれも動くやつか。全部動くやつか。あ、爆弾が必要や、ここ。待って、爆弾が必要なところ、爆弾はどうやって手に入れるんですかね。え、爆弾どうやって手に入れるんだ。爆弾ないと進めんやん。これもさ、もう持ち上げれんわけやん。痛い。痛い。てか、走ることができるのかな。ね。よろしくないね。よいしょ。はい、力のかけらゲットー。この先に進んでいけんのよね。どうすればよろしいかしら、私。待って、メーベの村に帰りたいんだけど。ん？あっこから上がれる。よいしょー。待って、これどこ？あれ？タリンやん。お、アユナ、いいもの持ってるだな。何？前蜂蜜分けてやるから、その棒切れ貸してほしいだよ。あ、マジで？これここで役立つの？いいよ。え、大丈夫？それ蜂寄ってこない？絶対寄ってくるやつやろ。え、鼻がさらに腫れるよ、大丈夫。ほらほらほら、こっちには来ないのね。何やってんの？あ、アコン爆弾で壊せるところや。お、いなくなった後の、棒切れが蜂の巣になった。なんかよくわからないけど、とりあえずもらっておこう。タリンに渡さなくていいんすか？タリンが欲しがってたんじゃないんすかね。ちょ、待って。いやー、落ちる！ね、これなんか、形が違うけど関係ないのか。痛い。やめてよ、まったく。この辺もメーベの村に近いんだ。怖い。あ、そっか。ここに、ワープで戻ってこれて、ここがメーベの村と。蜂の巣は一体誰が欲しがるんや。あ、動物村とかあったけん、そこでクマがおったりとかするんかな。え、爆弾なかったよね。あるやん。普通に、10ルピー安すいる。買います。ありがとうございました。また寄ってください。あざす。もう一個ぐらい。え、でもそんなに持てんのかな、もしかして。やめとこう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあなんか物々交換も無事にね。バナナが棒切れになり、棒切れが蜂の巣になり、まだ続いていくんかな、この先も。最終蜂の巣じゃないよね。で、爆弾も手に入ったけん、今度は次から爆弾使っていける場所を回ってみようか、今度は。